メロさん、メガネ似合うね。もうちょっとで完成だからね。よっしゃー、できたー。ちょっと待って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 、メロさんはおやつをゲットできるのかな。おっと、ゲットしたー。さて、もう一個行ってみましょう。もう一個おやつゲットできるかな。よし、頑張れ、もうちょっと頑張れ。おっとっとっと、メロおいで、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 せーの、はい。おやつ欲しいときベル鳴らして、ベル鳴らして。すごいね。ぐっすり寝てますね。目がちょっと白目向いちゃってるかな。ミルクさん、それ自分で開けれる？お、開けれるかな？中身なんだろうね。なんだ？お、ショッピング楽しいね。ミルクさん、欲しいおやつある？ミルクさん、欲しいやつは？ラプンツェル、髪の毛を下ろして、ちょっと待って、私たちひよこは仲良しなの。ほら、こんな風に二人で仲良くいつも一緒なの。ちょっ、あ、お、お、お、あミルクさん、ただいま。メロさんもただいま。ちょっと待ってね、待ってね、待って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 、ヨギボーいいね。すごい楽だわこれ。このクッションおすすめですね。メロさん、すごい引きずってるけど。メロさん、メロさん、それ壊しちゃダメだよ。それ壊さないでね。Thank you.
戦車に対抗して犬戦車を作ってみました。それでは早速大砲をぶっ放ちたいと思います。ベロさんめっちゃ笑ってるね。ベロすごい速いよ。ベロすごいことなってるよ。ベロさん、気をつけて降りてね。気をつけてね。気をつけてよ。踏み外さないようにね。気をつけて気をつけて。二人とも似合ってるね。ミルクさんです。そして後ろはミルクさん、顔はめて顔はめて。おお、すごいね。どういう表情。おお、テレビがすごい緊迫したシーンなのにメロスさんめちゃくちゃ落ち着いてるけど。ミルクさんと一緒に公園に遊びに来ました。カンガルー式の服いいでしょう。珍しくミルクさんがカバンの中で落ち着いています。なんか少し眠そうです。